朝から大変なことがあって、大変でした。昨日なんか昨日眠たくなった、昨日の夜めっちゃ眠かったことを覚えてて、で眠たいなと思ってたんですけど、なんかあでもちょっと寝る前にお水を飲まにゃいけんと思って、こうお水持ってこうやってね、もう寝とるんよベッドにこう横たわっとって、こうお水取ってこうやってね、こう飲もうとしたところで記憶が飛んでって、でそこで記憶が飛んでて、朝起きたらなんと左半身がびしょびしょで、ベッドもびしょびしょで、開けたばっかりの一口ぐらいしか飲んでないペットボトルのお水だったんですけど、なんかいやでも寝てる最中なんか途中で左冷たいなと思ったんですよ、もっと記憶はあるけど、あ今日はそんなに汗をかいてるんだと思って、自分がなんかすぐ自己解決して終わったんですけど、そんなところで寝る人おるって思うぐらいびっくりして朝。これで夢見なかった。ベッドのマットが吸収してくれたし、私のパジャマもタオル生地だったからかな。なんか冷たぐらいで。起きたら朝から水浸しで本当にびっくりしました。この水の本ぐらい一口飲みよったけん、こんぐらいの水がベッドに放出された。おお、なんでお水の種類わかるの、すごい。今後は寝ながら水飲んじゃいけんってこと。そう、アロマキャンドルとか使わない方がいいタイプ。あでもね、そういう時はしっかりしてるんですよ、火事になっちゃやばいって思うから。ちゃんとなんだ、でも水でよかった。もうベッドらへんに行くときはもう水だけにしよう。水持っていくか
マグカップで、ホットミルクならまだ、コップはね、寝ながら飲めないから。そうそう、水なんて服にこぼれてもベッドにこぼれても乾けば済むからよかったって思って。大変でした。今でもちょっと左肩が冷たい。お母様はなんて大変だよ。こっそり水をかぼちゃスープに変えてあげた。ひどい。あ、そらすごい冷たい。いやー、もう本当に大変な日でした。今乾かしよる。あ、しょうさん、誕生日おめでとうよ。よいしょ。しょうさん、おめでとう。いえいえ、おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございます。誕生日、とかちょっと左の寝癖も強め、左の湿気が強かった知らんけど、きっと。おはよう。15歳になりました。確かにそんぐらいだったね。悲しい。怒られた？そんなに軽く。でもなんか悲しいけど、その寝る前の記憶があんまりないのも怖いから気をつけようって思いました。
いや、初めて初めて一人暮らしとかしたら毎日大変。一回これも大変申し訳ないんですけど、遠征のしてる時に何かヨーグルトを食べてて、夜それももううとうとした時にね食べてて、で朝気づいたらヨーグルトの池ができてて、本当に申し訳なかった、ごめんなさいって思いながら急いで出なきゃいけなかったので、やってたわ。あれ2度目だ今日。本当に申し訳なかったあれは。でそれは広範囲ではあんまりなく、こんぐらいの何かにつくとかはなかった。家じゃなかったよかった。でももう逆にめっちゃ申し訳なかったけど、ダメだね。なんか寝ようとして寝るっていうのがあんまりなくて、私よし寝ようって思ってさ、いろいろやめてこうね、寝に集中する時間を作るのが好きじゃなくて、そう横になってスマホいじってたら自然に寝てる。そういう生き方をしてるからダメなのかもしれない。寝落ちってそういうもん。そうなの。冬に布団乾燥機かけたらやばいくらい秒で寝れる。あったかいよね、ほかほかで。iPhone が降ってこうやってやっとるけど、本当に大変な朝を過ごしました。朝ごはん食べたの？まだ食べてないです。はいよ。幼い時棒アイスを食べながら寝落ちして棒だけ握りしめてた。え、アイス溶けたってこと？おはようございます。
今日は肩を温めながら過ごしたいと思います。はいよ。虫の声じゃないこれ。なんかあのスチーマーのなんか部屋を潤す方の音。はいよ。切らなくてありがとうございます。左がちょっと部屋めっちゃ潤ってる。 69% もある湿度。昨日スチーマーして寝ました。高鳴るな。うち81杯でほぼ水中すごい。ほぼ水族館のアシカコーナーと同じ。そうなんですか。じゃあ81杯の方はアシカ以上し、血がべしょべしょだった。なんかでもそんなに湿度は感じないんですよ。だけどなんか高い。まあまあ普通は。でも何が普通はどんぐらいが一般なんですか？湿度って。氷だけがカランコロン。壁紙すぎて。そろそろお仕事始まるのでまたね。風邪ひかないで。いってらっしゃい。はいと。60ぐらいが理想的。57。あ、じゃあちょっと高いぐらいなんじゃん。70を超えるとカビに気をつけないといけない。セーフ。セーフですね。みんな高いじゃん。みんな高っ。はいよ。夏とかは高め、冬とかは低め。知ってますよ。どんぐらい知っとる。いいね。なめこ栽培。なんか今乾かしてるからさ、ベッドに横になりたくてもさ、スーンっていけないから悲しい。転がる場所がない。舞茸の天ぷらいいな。うん。ここに座っとくしかないな。天ぷらって醤油塩、醤油塩じゃないや、抹茶塩最高じゃないですか。いってらっしゃい。
自分はエリンギが好きです。抹茶塩、抹茶塩だった時テンションめっちゃ上がる。天ぷら食べたい。家の家ソース、家の家ソースっていうソースがあるの？お腹空いてきた。おはよう。最近なんかうどんの良さに気づいて、なんかさ、うどん、ラーメン、そばとか、なんかいろんな麺類でさ、え、絶対うどんはなんかもうちょっと、なんつったらいいんだろう、ちょっとね、なんか何にも欲が起きない時に食べるものだと思っててなんか美味しいんですけど、好きなんよ、めっちゃ好きなんじゃけど、まあ、ちょっとね体調が良くなかったりとか、なんかなんつったらいいんだろうな、うどん食べたいってめっちゃ思うようになって、フードコートにあっても選ばない系の麺、そう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 、うどん屋さんよりかラーメンとか海鮮丼とかオムライスとかっていう人だったんですけど、うどんいいなってなるようになったの。うどん県でうどんいいな。あんまりそばは食べない感じ。そう、あんまりそばを食べません。私は体調悪い時うどんかおかゆだった。うん、うどんって美味しいよね。でもフードコートではつけ麺とか言っちゃわない？わかる、見た、見た製麺所。おはよう。美味しい。上に何乗せるのが好き？上に何？ネギと、上には乗せんけど天ぷらを買って、かけうどんとかのね、あのお汁にさつまいもの天ぷらとか、エビ天とかちょっと浸して食べるのが好き。あんまりそういうとこお塩ない気がする。うわー、その気分になっちゃった。美味しいお店の鶏南蛮そば、強そうつ強そう。明太釜玉うどん、うわー、いいね。イカ天、釜バター、確かに。冷たい麺は何が好き？
なんだろうな、でも何でも好きなんですけどね。冷たい麺はもうそのまま冷麺、そうめんもあんまりかも。はよ、全然好きなんですけど選びはしないかなって。天かすタイ料理ねって体調悪くなった。なんで今日は少し遊びの配信だった。そう、わんこそば対決とか見てみたい、してみたい。冷やし中華は好き。流しそうめんあんまやったことない。忘れちゃった、どうしよう。広島にわんこそばが食べれるお店ありますか？わかんない、あるのかな。油そばあんまり、油そば食べたい、やばい、油そば食べたい。おーなー、油そばって美味しいよね。わかる、大好き。食べ物の話するとなんか空いてくる、やめよう。ねえ、パンじゃん。Thank you。ピーナッツ、ピーナッツバターパンが届きました。やった。いただきます。なんかバターとかつけたいな。バターにピーナッツバターは大変かな。お供の飲み物は手折れでした。うん、ちょっと大人、ちょい苦め。はい、それでは皆さん、今日は配信が遅くなってごめんなさい、役も入れてなかった。皆さんも寝る前の水分補給は気をつけてください。水浸しよりマシ、どうだろうね。寝不足も大変だけど。それでは壇上読みます。なかなる13位ギルスさん、12位マサジさん、11位アマズさん、10位ソリオさん、9位長谷川さん、8位リョウスケさん、7位シャルルさん、
6位石剣マシンさん、5位坪ゆうすけさん、4位中原さん、3位長崎県民さん、2位デブニャンさん、そして1位はドゥルルルルシャンダンディさんでした。ありがとうございます。今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルシャン、スーさんさん、ありがとう。それではまた配信をしたいと思います。今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。お盆明けの方とか気持ちが低いかもしれんけど、良き一日を。それではまたね、ありがとう、バイバーイ。